送信。エアディケイターを落とされた。うまくやった。ルッキンググラス画面がオンラインになった。速やかに自分のオフィスへ戻ってくれ。残りのメッセージを聞こう。では向こうで会おう。ミユか。ああ、カルビーノだ。ああ、もういないのかな。それとも無視してるのか。明日は少し遅れると伝えたくて。それで朝一番に新しいマイクロレンズアレイを作ってもらいたいんだ。つまり古いやつはゴミだ。必要なものは機械工場で揃えてくれ。
もしクライブが邪魔してきたら、目を離した隙に供給クローゼットから取るといい。私たちがコードを知るのは良くないんだが、君に送っておくよ。これ、動いてるか？ライトフィールドが少し発熱。コード系はどこだ？携帯型の。持って行ったのか？いいえ。昨日は2つあったのに1つしか見つからない。1つだけだったはずです。そんなバカな。お忘れなのでは？帰るのか？もう終わりましたので。それなら切っておいてくれ。何かお気に召さないことでも？いや、もう随分遅い時間になってしまったから、とにかく帰って眠るんだ。ドクターは？私か？いや、気にするな、すぐ終わる。ではおそらくまた後で。おそらくか。何でしょう？いつもおそらくだな。おそらくうまくいった、おそらくまた後でとな。科学者なら憶測はよせ。そうだ、はっきり言えんなら黙っていろ。おやすみなさい、ドクター・カルビーノ。難しいな。
ございます。タロスの皆さん、常駐カウンセラードクターコールからのお知らせです。不眠、慢性ストレス、不安などの症状がある職員は予約を取ってください。君は気に入らないかもしれないな。タロス1を破壊する必要がある。研究もティフォンも全てを消さなければ。君を含めて言いたいことはわかる。だが今やあの化け物の能力は君の一部だ。細胞一つでも地球に行けばおしまいだ。残念だが他に方法はない。ジャニアリーが自爆装置について教えてくれるだろう。アレックスは止めようとするはずだ。彼は失敗を恐れている。だが高いプライドから両親にさえ恐れを隠す。君にかかっている幸運を。気に入らなくともな。こんにちは、モーガン。私はジャニアリー2035、オペレーターだ。タロス1にいる多くのオペレーターの中でも特にユニークな存在だ。君の予防策、それが私だ。与えられた最初のプランは君をシミュレーションから解放すること。二つ目は映像を見せること。現在両プランともに完了した。面白い。新しい指令にアクセスできるようになった。タロス1の自爆プロトコルは二つの起爆キーで発動する。一つ目は君の兄が、二つ目は君が持っていた。君の起爆キーはアレックスに壊されてしまったが、君は新しい起爆キーの製造詰めをディープストレージに隠した。そこが次の目的地になる。アレックスのキーのことは後で考えよう。モーガン、ティフォンは急速に広がりつつある。スピード勝負になるだろう。ティフォンと、そして君の兄との。このキーカードでメインリフトと全てのラボにアクセスできる。メインリフトを使うのがディープストレージへの最短ルートだ。では次のプランだ。他のニューロボットを提供するよう君から依頼を受けていた。受け取ってくれ、モーガン。幸運を。ロビーのセキュリティステーションに武器があるかもしれない。